皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。創作曲チャンネル動画のご視聴ありがとうございます。このところはですね、月1で、月末にまとめて、化石の発掘の成果発表してたんですけれども、今回はですね、ちょっとまとまって、成果が上がったものがあったんで、まあ久しぶりにちょっと個別に発表してみたいと思うんですけれども、今回はですね、なんと、1日で、アンモナイト、それからサメの歯、そして琥珀、まあこの3つの化石が揃い踏みで、見つけることができたんですけれども、まあアンモナイトセンターの化石のうちで、もちろんアンモナイトが横綱であるとするならば、サメの歯が、大関で、琥珀が関脇と、まあいった感じかなと思うんですけれど、まあその3つ、三役が揃い踏みしたということで、今回ちょっと紹介してみたいと思います。はい、で今回取れたものがこちらになるんですけれども、パッと見何が何かわからないかもしれないんですが、まだこれ取ってきたままの状態で、クリーニングもしてない状態なんで、こう石の中に埋まってるものがほとんどです。で、まあ、今回その横綱となるべきものは、はい、こちらですね。はい、ここにアンモナイトがあります。はい、こうちょっと渦巻いてるのがわかるかなと思うんですけど、表面の殻はちょっと剥がれちゃってて、でこの渦巻いてるところもへこんでるんで、化石の本体が外れちゃった跡かもしれないんですけどね。ただその右上に、はい、こちらにも、まあ、表面の殻は剥がれちゃってるんですけど、まあ、アンモナイトの特徴的な縫合線というこの植物の葉っぱみたいな模様が出てるので、ここもアンモナイトだと思うんですね。はい、でここにもその縫合線が出てるんですよね。はい、でとなるとこれとはまた別のアンモナイトがここに入ってるのかなと思うんですけど、実は別の石のここにも、はい、縫合線見えてますよね。でこれが、掘った時にはこう重なってたわけですよ。でよく見るとこの渦巻きのアンモナイトの続きがここにあるんですよね。ここに。なので、まあ、あんまり可能性は低いですけど、ここはこう綺麗に巻いてて、その先で、逆にこう巻いてるような、異常巻きのアンモナイトがあったりするんですけど、果たしてそうなのかどうかっていうのが、まだこの埋まってる状態ではちょっとわからないので、まあ後でクリーニングをして、調べてみたいと思います。はい、はい、次は、サメの歯、まあ、こちらが大関サメの歯といったところなんですけど、まあ、1日で一応、まあ、バラバラになってますけど、これも1本として1本2本3本と。で3本のこの歯ですけど、歯の根っこがまだこの辺に埋まってます。はい、これもクリーニングして取り出したいなと思います。はい、まあ、全部サメの種類としてはクレトラムナのサメの歯だと思いますね。場所がちょっと違ってるところかもしれないですけど、全部はクレトラムナの歯だと思います。はい、というわけで関脇、琥珀でございますけれども、ここにですね、ちょっと茶色っぽく見えてるかなと思うんですけど、ここに、結構透明度の高い琥珀が埋まってます。でここに乗っかってるこっちにも琥珀があって、こっちの石の中にも琥珀があると思うんですけど、これはですね、これがここにこうくっついてたやつで、ここだけこうポロって取れて、
その時にこの琥珀が入ってるのが見えたわけですよね。はい、でこっちの石にもここのちょっと出っ張ってるところに琥珀があります。はい、でまあ動画では何回かご紹介してるんですけど、琥珀には蛍光物質が含まれているので、紫外線ライト、まあ、ブラックライトを当てると、結構きれいに輝きます。じゃあこっちの方にまずブラックライトといいますか、これダイソーで買ったマジックライトペンですけれども、これを当ててみるとパッと、はい、こんな感じで、こんな感じめちゃくちゃ綺麗に光ります。はい、こちらも、はい、ここにあるんですけど、光を当てると他の石のところとは明らかに違う光で、綺麗に見えてます。でこれ以外にですね、アンモナイトとほぼ同じ場所から出てきたものがあって、こちらなんですけど、ちょっとこれもバラバラになっちゃってるんですが、これですね、ちょっと分かりにくいかもなんですけど、ここに一直線に横に出てる、ちょっとこれね分かんないんですけど、まあ職員さんが言うには、まあ、バキュリテスとい う、あのアンモナイトなんですけど、巻いてない、あの頭が直線の殻になっているアンモナイトなんじゃないかということなんですけど、まあ、ちょっとわからないということで、これがですね、まあ、アンモナイトと、この化石は本当にもう、ゴゴノブの本当に終わりの終わり、本当にロスタイムの時間くらいに出てきたものだったんで、全部掘り出すことができなくてほぼ部分的に出てきちゃったもんなんで、まだあの埋まってる可能性があるんですね、また続きが。はい、このアンモナイトに関しても、こちらのよくわかんないやつに関してもですね、はい、なのでまあそれはまた来週行ってですね、続きを掘りたいと思います。はい、でサメの灰以外ではこちら、まあ、出てきた瞬間もしかすると首長竜の墓ななんて思ったんですけど、まあ見てもらったところ、まあ甲骨魚エンコーダスの歯じゃないかということですね。しかもこれ頭、まあ、3分の2くらい飛ばしちゃってるんで、ちょっと成果としては微妙なんで、まあ魚の歯はまあ小結びといったところかなというところですね。はい、これが先っぽまであれば結構見栄えがしたんでしょうけども、ちょっと残念です。というわけで久しぶりにアンモナイトを出てきたんですけれども、まあ今月末の総括の時までにはですね、クリーニングして綺麗な状態にしてお見せできればなと思います。はい、でちなみにこのアンモナイトとかの化石はどの辺からできたかなと言いますと、大研発掘場の写真ここにありますけれども、ほぼほぼまあ中腹の真ん中あたりの壁とちょっとそこの下の床面みたいなあたりをこう必死で掘ってましたら出てきました。ほぼほぼ結構まとまったところに出てるんですよね。で、まだまだ面白いものが待ってるんじゃないかということで、まあ来週もですね、行って、掘ってみたいと思います。というわけで最後まで動画のご視聴ありがとうございました。よろしければグッドボタン、チャンネル登録もお待ちしております。関連動画再生リストからよろしければ他の動画も見ていってください。それから最新の化石の発掘ですとか、その成果とかはTwitter、Instagram の方で、随時載せていきたいと思ってますので、そちらの方も検索フォローよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。